ホーカーハリケーン、ハリケーン、ホーカーハリケーンは、イギリスのホーカーエアクラフト社によって1930年代に設計されたレシプロ単発、短座戦闘機である。第二次世界大戦において、イギリス空軍をはじめとする連合軍で使用され、バトルオブ、ブリテンなどで広く活躍した、スピットファイアとの競争策として知られる。1930年の初めに、 イギリス空軍の爆撃部隊強化に貢献したトレンチャード卿が退役し、新たにイギリス空軍司令官に着任したジョーフリーサーモンド大将は防空戦闘機の交代を計画した。この頃のイギリス空軍主力戦闘機は、服用最高速度が約時速 360km で武装は 7.7mm 機関12丁というホーカーフューリーであった。航空省は、 使用書、第730を作成し、全金属製、最高速度時速 400km、7.69mm 機関十4兆という要求をメーカー側に掲示した。しかし、折しも世界恐慌の真っただ中で、軍事予算が大幅に削られた影響を受けていたこともあって、航空省が選定することになったのは、副用のグロスターグラディエーターであった。年、 財政に余裕があったロールスロイス社が PV-12 エンジンの開発に成功し、これが契機となって、ホーカー社はシドニーカム、技師の主導で、単陽短座戦闘機の開発に乗り出した。1935年までに設計案が提出され、航空省はホーカー社の設計案向けに、使用会36、34を作成し、同年の1935年2月21日に、 試作機の製作も許可した。試作機は1935年11月6日に初飛行を行った。同月にハリケーンと名付けられたこの機は翼や胴体には木材や骨のを多用し、エンジンやコックピットは交換をアルミニウム合金で覆ったものであり、全時代的と言わざるを得ない旧式な構造だった。ハリケーンの4ヶ月後に登場する。 スーパーマリンスピットファイアのような全金属製、モノコック構造の最新戦闘機とは対照的である。これは、放火者の製造技術はもちろん、全金属製に生産ラインを対応させるのは非常に困難であったからである。一方で軽くて頑丈でもあり、その余裕のある構造から戦局に伴う改良への適性、被弾時の機体や乗員のサバイバビリティにも優れていた。 最初の生産型ハリケーン MKI が九百三十七年十月十二日に初飛行を実施し、イギリス空軍は保守的でありながら複用戦闘機から大きく向上したと MKI を先期発注した。予想通り MKI の量産は順調に進んだ。当時、新鋭のスピットファイアはスムーズに生産を始められるかわからない状況だったが、 ハリケーンの生産法は熟知されており、扱いやすいものであった。運用部隊にとっても同じことで、それまでもハリケーンのような基金混合性の航空機に登場し、また整備をしてきたからだった。MKI は1030馬力のロールスロイスマーリンエンジン MK2 または MK3 エンジンを搭載し、8丁のブローニング7 7ト、mm、ル機関銃で、 武装していた。走行や事故閉塞機能のある燃料タンクは備えておらず、骨の張りの主翼に木製固定ピッチのプロペラというシンプルなもので試作機から変更されていたのはキャノピー、風防、天外と冷却装置の強化、主脚の紹介量であった。こういった構造を解決するため、MKI の主翼を金属製に変更し、プロペラスピナーの延長、 プロペラの3羽化といった後期型のハリケーン MKIA シリーズ2が同年に開発された。プロペラの可変ピッチへの変更により、飛行性能が若干向上した。なお、最初の MKI は後に MKIA シリーズ1と呼ばれた。1937年12月に、ハリケーン MKIA の配備が開始され、後期型に順次交代し、 初期型は訓練用に使用された。第二次大戦は始まった1939年9月1日には19個、飛行隊、戦闘機中隊がハリケーンへ乗り換えを完了した。1940年4月、ドイツ軍の北欧侵攻に行応して、イギリス空軍はグラディエーターを増援に送るとともに、 初期型のハリケーンを装備する第46飛行隊も輸送船に乗せるか、イギリス海軍の空母に搭載し送り込んだ。同飛行隊は、なるべくの防空を行い、ドイツ空軍の爆撃機から陸上部隊、艦隊と港湾を守った。ハリケーンの機体は修理が容易で、弾が機体を貫通するだけで墜落に至らないことが多かった。また、 軽量なため墜落時の速度が遅く、パイロットの脱出もより容易であった。1940年6月、第46飛行隊の噴戦も虚しく、ノルウェーにおける陸戦はイギリスに負担をもたらし、ついには撤退することになった。同戦闘機中隊は、空母、グローリアスに搭載されて本国に向かったが、ドイツ海軍の巡洋戦艦、シャルンホルスト、グナイゼナウから攻撃を受け、 搭載されていたハリケーン前期は、グローリアスと共に、海に没し,してしまった。1940年5月、フランス侵攻時、前年からイギリス遠征軍と共に、フランスに展開済みであったハリケーン飛行隊、第1、第73、第85、第87飛行隊が、ダブルカウントのドイツ空軍戦闘機に、圧倒さ、イギリス空軍戦闘機軍団司令官、 旧ダウディング大将は、さらに第3、第79、第501、第504、第607、第615飛行隊を増援に派遣した。イギリスは、総計10個飛行隊をフランスに送り込んだが、ドイツ軍の進撃を止める効果は、ほとんどなく、被害が増すばかりであった。フランス戦線における損失は、放火者の生産ライン増強によって、短期間のうちに補われたが、 パイロットの損失は深刻であった。増産が行われる中でもハリケーンの改良は続けられ、1940年6月には、より強力なマーリン XX ローマ数字の20を積んだハリケーン MK2 が開発されている。スピットファイアも MKIB の配備が進められていたが、ハリケーンは堅牢で戦闘機として十分に使用できた上、1940年7月の 時点で、ハリケーンが26個飛行体に増強されているのに、対し、スピットファイアを装備する飛行体は17個とハリケーンの奇数に及んでいなかった。また、ハリケーンは、ドイツ空軍の BF-109 相手にも前線した。これは、非常に強力なレシプロエンジン、パーリンエンジンによるところが大きく、BF-109 よりも機動力において勝っていたためである。スピットファイアも、 マーリンエンジンを動力としていた。100億単価のガソリンを使うマーリンエンジンは BF-109 が搭載するダイムラーベンツ DB601 エンジンよりも低高度での出力が大きかった。しかし、高度15000フィート以上では DB601A-1 とマーリン3-12の出力はほぼ同等だった。ドイツ空軍は昼間爆撃では被害が多かったことから 夜間爆撃も頻繁に行うようになった。ハリケーンはスピットファイアよりも夜間飛行や夜間着陸の安全性が高いことが判明すると夜間戦闘機部隊を編成して爆撃機の迎撃を行った。バトルオブ、ブリテン期間中、スピットファイアなどの戦闘機や対空砲火による敵機撃墜を含めても衝撃墜数の過半数をハリケーンが稼ぎ出した。 爆撃機のおよそ8割はハリケーンによる戦火と考えられている。護衛戦闘機をスピットファイアが足止めしている間、低速の爆撃機迎撃に専念したためだった。しかし、1940年末までには、スピットファイアの増産が進み、基金混合構造よりも全金属製の方が、より早く生産できる体制も整えられ、増産に支えられたスピットファイアの引き渡しのペースが、 のるようになった。バトルオブ・ブリテンの終結に伴い、ハリケーンは、本国防空戦闘機としての任務は終えた。それでも、スピットファイアを植民地に配備するには、奇数が足らず、ハリケーンは、中東やアフリカ、イギリス領インド帝国、オーストラリア、香港、ブルネー、シンガポール、パレンバン、ビルマなど、スピットファイアの手が届かない地域で、依然として、 戦闘任務をこなし、結出した働きを見せた。植民地の部隊も徐々に、スピットファイアと、騎士転換が進められたものの、ハリケーンは、地中海の戦いのマルタ島防衛戦で最も、危険な日々を切り抜けるのに、不可欠な存在であり、ニュージーランドに至ってはスピットファイアが到着する2年、以上も前に到着して、防空を担当していた。 また、ソ連軍の侵略下にあったフィンランドに MKI が供与され、フィンランド空軍の戦力となった。その後の国際政治の変化により今度はソ連へレンドリースされた機体が継続戦争においてハリケン同士の空中戦を展開した。1941年12月より始まった日本軍を相手とするアジア太平洋戦線では、 海戦当時はハリケーンが配備されていなかったため、最初期は戦闘機にアメリカ製 B-339E バッファローを使用増援として1942年1月半ばに中東からシンガポールにハリケーンが送られたシンガポールの戦い。同月20日には臨時第232飛行隊が一式戦闘機 春を装備する日本陸軍の飛行六64戦隊と初交戦するも飛行隊長ランデルス小佐き以下計3機のハリケーンが撃墜され戦火は一式戦春一機撃墜のみであった飛行五59戦隊の一式戦春を相手とする2月6日のライン方面のパレンバン、防空戦では一方的に第258飛行隊はハリケーン4機を喪失し 日本陸軍戦闘隊損害は皆無。同月14日の日本陸軍によるパレンバン空挺作戦には、同じく第258飛行隊のハリケーンが、溶撃するも、またも、一方的に2機を撃墜され、日本陸軍落下3部隊と一式戦、春に損害はなかった。日本軍による南方作戦が、日本軍の完全な勝利で終了し、以後、 第二次世界大戦末期まで主にイギリス領インド帝国を拠点にイギリス空軍及び同盟国のアメリカ陸軍航空軍は日本陸軍航空部隊と実したビルマの戦い、正論を機械戦など。さらに1942年以降に日本軍はラバウルや空母などからオーストラリア本土への空襲、日本のオーストラリア空襲を続けイギリス空軍と オーストラリア空軍はハリケーンとスピットファイアこれに対抗した。1943年後半以降、旧式化したハリケーンはスピットファイアの重足により順次これに更新されていったが戦闘爆撃機としては引き続き活用されている。なお、太平洋戦争初戦にて、マレー作戦時やシンガポール陥落時などに数機のハリケーンが日本陸軍によって露格されており、 東京の陸軍航空審査部に持ち込まれてすと運用されていた。また、第64戦隊では連絡機として旅客ハリケーンを一時期装備しており、同戦隊の舞台マーク、矢印が垂直尾翼に描かれていた。MK2 の派生型である MKIIB が1941年4月に完成し、 500ポンド爆弾とブローニング 7.69mm 機関銃を12丁も搭載して、ハリボマーとあだ名を頂戴した。使用会37、35に対して、ホーカー社は、ハリケーンの機関砲搭載系を提案し、エリコン 20mm 機関砲を搭載した機と、イスパノスイザ s イチ 40420mm 機関砲4門を搭載した機を試作した。 エリコン社製の機関砲は、照準が困難という問題が起き、イスパの水座機関砲を採用したハリケーン MKIIC が生産された。当初、イスパの水座機関砲は、ベルト球団式であったが、動作が安定しなかったためドラム球団式に、改められ、MKIIC だけでも約4700機が生産された。MKIIV と MK IIC の爆弾を搭載する喧嘩装置を回収して増装、落下タンクを装備できるようになったが爆弾や機関砲の装備によって重量が増加したため戦闘機との空戦は困難になったが短座航空機の新たな使い道を開拓した近接航空支援用の戦闘爆撃機がそれだったロールスロイス社の BF 機関砲を両翼下に搭載した試作機が製作されたが 信頼性に、乏しく、わずか12発の砲弾しか搭載できなかったことから、搭載試験のみ行われ、15発の砲弾を搭載できる、ビッカーズ社の S 型 40mm 機関砲2門と、パイロット保護用の装甲を付与したハリケーン MK、イードが完成した。1942年6月から、北アフリカにおいて、ドイツ軍やイタリア軍の地上部隊を攻撃した。 海岸まで砂漠という、この地帯にあっては、錆びることのない布製の胴体が物を言い、ほどなくして、戦車など走行車両に壊滅的被害を与える、ことから缶切りというニックネームが付けられた。m k イー、e、ドは、約300機が生産され、北、アフリカやビルマ戦線において、戦車だけでなく艦艇攻撃にも活躍し、フィルター装備や冷却機の強化などの改良と強い、 日差しによる退色に備えた塗装が施され、トロトロイコールトロピカル、熱帯用とも呼ばれた。1943年には、マーリン21、またはマーリン22エンジンを積み、E 翼を装着した万能型の m k e、A、が完成した。後に、m k e、A、は MK4 に改称した。MK4 の E 翼は、爆弾や増創だけでなく、 三ンチ対地ロケット弾を搭載できるようになったほか、任務に対応して武装を完走することができた。前線の部隊では、イスパの水座機関砲よりも、S 型 40mm 機関砲、ロケット弾、爆弾などの装備が好まれた。ヨーロッパ戦線でハリケーンは、ドイツ軍の戦車や強固な橋梁の破壊に投入され、より高性能で、対地攻撃に向いた砲火台風海や、 ォーカーテンペストが配備されても、終戦まで戦い続けた。武装商船、CAM シップに搭載するため、ハリケーン MKI から改造されて、カタパルトで商船から射出する、ハリキャットが使用されていた。しかし、これはいらしたきり着艦できないため、陸上基地まで飛んで行って降りるか、さもなくば、機体を放棄、または海面への不時着を余儀なくされた。 パイロットがうまく脱出できれば、商船や駆逐艦に救助された。また、搭載されるハリケーンは、最前線の部隊に所属していたものから、改造されており、カタパルトで射出する際に損壊してしまう例すらあった。ハリキャットは、ハリケーン m k i から50機ほど改造され、後に新ハリケーン m k i a と命名された。これに対処するため、 ハリケーン MKE やを射出用の滑走器具と機微に着艦フックを取り付けた C ハリケーン MKIB に改造され1941年10月から小ぶりの飛行甲板を持つ MAC シップに搭載し運用され重要な戦団を守る戦力となった C ハリケーン MKIC はハリケーン m k i からの改造で滑走器具と着艦フックは 同様に装備されたが、ハリケーン MK-IIC で採用された主翼を装着することで、機関砲4問を搭載し、1942年2月から配備された。C ハリケーン MK-IIC は当初からイギリス海軍の艦隊航空隊用に生産された。イギリス海軍は、艦上戦闘機に C グラディエーターしか保有していなかったため、急降下爆撃機である。 ブラックバーンスクアから発展したブラックバーンロックや複座のフェアリーフルマーで艦隊の防空を行っていた。ハリケーン MKIC と MKIIC は液霊エンジン特有の長い機種を装備し全下方視界に優れず、また低空低速時における失速の危険など環状戦闘機に向いているわけではなかったが、イタリア空軍を相手とする地中海において活躍し、 スピットファイアを関西地化したシーファイアと比較してハリケーンはその堅牢性が認められた。カナダのカナディアンカーファウンドリー社でもハリケーンの生産が行われた。これらのカナダ製ハリケーンの第一陣であるハリケーン MKX はタンザ戦闘爆撃機で1300バリー機のパッカード製マーリン28エンジンを搭載し、翌内に 7.7mm 機関18丁を 装備した。カナディアンカーファウンドリーで490機が生産され、これに続くハリケーン MK、クシーは150機が生産された。ハリケーン MK12 はエンジンをパッカード製、マーリン29に換装し、12丁の 7.7mm 機関銃を搭載した。後に 7.7mm 機関銃は 20mm 機関砲に交換した。ハリケーン MK セアは MKX と同様に 7.7mm 機関銃8丁を装備した。ハリケーン MK セアを関西機化した機は C ハリケーン MK セアと呼ばれた。諸言性能武装、後年、その生産はカナダの企業やイギリスのグロスター社などに移されながらも1944年まで続けられた。関西用の C ハリケーンも含めると、 創生算数は1万4千機余りに達した。1945年第二次大戦の終結に伴い、イギリス空軍におけるハリケーンの戦いも終わった。ハリケーンはスピットファイアをはじめとする有名な戦闘機と比較すれば時代遅れで性能的にも劣っていた。しかし、スピットファイアの数が揃っていない初戦において窮地に、 立たされたイギリス世界各地の空を守り、砂漠やジャングルといったような環境や天候に左右されない単純な構造と良好な操縦性を持っていた。ハリケーンは必要な時期に誕生し、必要な場所に送ることができ、イギリスの気球存亡を救った戦闘機の一つであった。最終的にはスピットファイアよりも多くの敵機を撃墜している。他の機体は減損する。 期待一覧を参照のこと、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。